こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、テレビくん3月号です。はい、またね、ネタバレでこのね、需要がまたパワーアップするよっていうのが載ってますけども、はい、そしてぶっ飛ばソウルメダルの付録、ガンバライジングカードの付録もね、ジオがパワーアップした、ジオ2というね、パワーアップ形態で、これはまあ中間フォームになるんですかね。はい、そしてこのメインの付録がこちらの爆走ライドストライカーということで、組み立てて、このようにね、このようなジオがライドストライカーに乗っている形になって、しかも走るというね、ゼンマイパワーで突っ走るというものができるということになってますね。はい、本誌の方はまあいつものようにネタバレ情報がいっぱいでね、まあ竜ソージャー関係がいっぱい載ってまして、ジオの方もね、またパワーアップアイテムが出てきますね。ライドウォッチの方もね、まだまだいっぱい出るみたいですね。はい、ということで、付録の方を見ていきたいと思います。はい、まずはガンバライジングカード、仮面ライダージオ2、まあ、まだねテレビでも全然出てきてないので、どんな変身でどんな動きになるのかわからないですけども、はい、このような、まあこのね、絵的にはこのここのね、前のこの時計のベルトのところが長くなって2本になってますね。で、この時計の針も倍に増えてます。で、ライドウォッチがなんか黒いものと、こっちの白い、これはジオライドウォッチなんですかね。はい、ちょっとわからないんですけども。はい、このようなライダーですね。そして、ぶっ飛ばソウルメダルもあって、それがね、クリアパーツの覚醒レアですね。はい、これもジオ2で、まあ、覚醒レアといえばこのね、ちょっと若干暗くなって目のところが光っているというね、属性が神徳、ライダーパワー5500ということで、まあこれもね、強そうですね。はい、ということで、こちらもね、ガンバライジングで使って、こちらはぶっ飛ばソウルで使ってみたいと思います。はい、そしてこのメインの付録の爆走ライドストライカーを組み立てていきたいと思います。組み立て方はこの後ろの方の108ページに書いてありますね。はい、では組み立て開始します。はい、ということで完成しました。はい、このようにこのね、ゼンマイがついていて、床につけて前に押します。で、押すたびにこう勢いがついて、あ、こけましたね。かなり速いところまでね、スピードが出ます。はい、結構ねスピードが出るんで、もうちょっと広いところでやればもっと楽しいかと思いますね。はい、大きさ的にもねかなりあって、あのライドウォッチから変形するライドストライカーよりももっとでかくてですね、多分このぐらいの大きさのラジコンか何かが出てたと思うんですけども、そのぐらいの大きさがあると思います。はい、ということで今回はテレビくん3月号をご紹介しました。
はい、ジオ2の方がね、間もなく出るということで、まあもうネタバレなんですけども、今度の日曜日の放送で多分出ると思いますので、まあ出ますということなんですけども、このねジオライドウォッチ2というのが、2月2日土曜日に発売されるということなんで、ここに書いてありますね。ジオライドウォッチ2が2月2日発売。で、まあ、その後に機械ミライドウォッチとか、デラックスガイム極みアームズライドウォッチが16日に発売。で、GP ライドウォッチもね、出たり、SG も出たりして、フート探偵のね、このダブルファングジョーカーライドウォッチ。こちらも、後に控えてますね。はい、まだまだライドウォッチはいっぱい出ますんで楽しみにしたいと思います。はい、こちらのねガンバライジングカードとブッドバソールメダルのねゲームの方で使ってみたいと思いますので、プレイ動画は、サブチャンネルの方で、出してますんでね、そちらもチェックしていただきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。